はい、皆様こんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントをいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、コミュニティ欄におきましてアンケートを行っておりますので、こちらもご協力よろしくお願いいたします。はい、今回の動画の検証はですね、こういう検証をしてみたいと思いますね。はい、創価学会池田大作名誉会長は最高裁判決で、池田大作氏の口上は公共の利害に関する事実に当たると解するのが相当というふうに、判断されて、公人と認定された人物であると、まあ、こういう検証でございますね。はい、まあ、この仏教神学研究会の公式動画チャンネルではですね、もう池田大作名誉会長のことについていろいろ取り上げて検証してきておりますが、まあ、もうこれについて、なんかいろいろ言ってる創価学会が、まあ、おりますね。まだまあ一部ですけどね。はい。それとですね、まあ、法華公院でも、その、なんか仏教神学研究会のいろんな検証についてですね、なんか名誉毀損だとかなんだかんとかっていうふうに騒いでいる法華公院がいるということであります。はい、それでやはりこの最高裁判決について、やはり検証する必要があるということで一本動画を上げたいと思います。はい、でこのね、最高裁判所の判決なんですけども、いつの判決かというと、1981年4月26日の月刊ペン事件の裁判がありまして、それの最高裁判決でございます。はい、でこれ、どこに載ってるかというと、この判例に見る宗教法人の法律問題という本があります。はい、その本がこれですね。はい、まあ、この最高裁の判決についてはですね、まあ、いろんな本に載ってますよ。はい。まあ、まあ、これが一番わかりやすいんで、まあ、この本から引用するわけですけれども、はい。それはですね、この392ページから載ってまして、宗教法人の指導者の指示、まあ、私事の公益性ということで、ここに載っているわけでございます。はい。でこの1981年4月26日の月刊ペン事件の裁判なんですが、どういう裁判かというとですね、このまあ月刊ペンという雑誌があったわけですね。でこの編集局長であったその熊部大蔵さんという方がですね、創価学会の協議やいろんな組織の在り方等々諸般の面から批判するにあたって、この創価学会の絶対的指導者である池田大作会長ですね、当時。まあ、名誉会長になってからも絶対的な権力者であるわけですが、まあ、この池田大作会長の私的な行動を取り上げて、もう要するにプライベートな行動ですね、を取り上げて、この月刊ペンという雑誌の1976年3月号および4月号で、40、50の題材を犯す創価学会という見出しをつけまして、この池田会長の女性関係が乱脈を極めていて、その同会長と関係のあった女性2名が、その池田会長によって国会に送り込まれているという内容の記事を執筆したところ、この記事によって創価学会、およびこの池田大作会長、そしてそのスキャンダルの相手とされる女性2人の名誉を毀損したとして、この逮捕・拘留されて起訴されたと、まあ、刑事事件になったんですね。で、この、第1審、第2審、東京地方裁判所と東京高等裁判所は、上記の事実、つまりこの月刊ペンの書いた、その執筆したその内容が、刑法230条の2、第1項に公共の利害に関する事実に当たらないとして、事実の真実性について、被告人、つまりその熊部大蔵氏、月刊ペン側の立証を許さないまま被告人を有罪としたために、この月刊ペン、熊部大蔵氏が最高裁判所に上告したということなんです。はい。で、このね、刑法230条の2って一体何かっていうと、これがまあよく話題になるんですよ。はい。
で、それをね、まずちょっとここでやっぱり検証しなきゃいけないですよ。で、まず刑法230条っていうのがあるんですよ。まあこれ、インターネットでも、Google で出てみます。で、これ何と書いてあるかっていうと、公然と事実を適時し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に関わらず、懲役3年以下の、3年以下の懲役もしくは、禁錮または50万円以下の罰金に処するというふうになっているわけです。ところが、これに例外の特例規定があるんですよ。刑法230条の2っていうのがあるんですよね。で、これが公共の利害に関する場合の特例っていうのが書いてあるんですよ。で、これはどんなことが書いてあるかっていうと、事実の真偽を判断し、これは事実かどうかということを判断して、真実であるとの証明があったときはこれを罰しないというふうに、書いてあるんですよ。で、その2番目ですね。前項の規定の適用、つまりその事実の真偽を判断して、真実であることの証明があったときはこれを罰しないと、この規定ですね。これを適用するにあたってはですね、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなすということなんですね。つまり、その悪いことをしている人がいる、あるいは変なことをやっている人がいると。で、その公訴が提起されていない人の犯罪行為にかかる事実を、いろいろ書いたり、言ったりするのは、公共の利害に関する事実であるとみなすというふうになっているわけです。で、前条第1項の行為が、公務員または公選による公務員の候補者に関する事実に関わる場合は、事実の真偽を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しないということで、この 同じようなことを書いてあるわけですね。こういうように、刑法230条の2が適用されるかどうかっていうことで、その裁判で争われたわけで、その月間ペン裁判の第1審、第2審は、これが適用されないということで、隈部大造氏が有罪になって、それが大東市は最高裁に上告したと。こういうことなんですよね。で、それに対して、その最高裁判所がどういう判断したかっていうと、これが全く逆の判断をしたんですよ。で、判決の趣旨はですね、こういうふうな内容です。で、原判決を破棄すると。もう破棄する。で、東京地方裁判所に差し戻すというふうになってるんですね。で、私人の私生活上の行状であっても、私生活のことに関してあっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などにかによっては、その社会的活動に対する批判ないし批評の一資料として、刑法230条の2の第1項、つまりさっき言ったこれですね。刑法230条の第1項ですね、事実の真偽を判断し、真実であるとの証明があったときは、これを罰しないと、これです。の第1項に、公共の利害に関する事実に当たる場合があると、解するべきであるということですね。で、本件についてこれを見ると、被告人は月刊ペン、隈部大造氏ですね、が執筆掲載した前期の記事は、多数の信徒を擁する我が国有数の宗教団体である創価学会の教義ないし、あり方を批判し、その誤りを指摘するにあたり、その例証として同会の池田会長の女性関係が乱脈を極めており、その同会長と関係のあった女性2名が同会長によって国会に送り込まれているなどの事実を提示したものであることが、任意記事を含む被告人の月刊ペン史上の論説全体の記事に照らして明白であるところ、記録によれば、同会と池田大作氏ですね、は、同会、創価学会において、その教義を身をもって実践すべき信仰上のほぼ絶対的な指導者であって、講師を問わず、その言動が信徒の精神生活等に重大な影響を与える立場にあったばかりでなく、ミニ宗教上の地位を背景とした直接間接の政治的活動等を通し、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしていたこと、
同会長、池田大作会長ですね、の醜聞、まあ、スキャンダルの相手方とされる女性2名も、同会、創価学会の婦人部の幹部で元国会議員という有力な会員であったことなどの事実が明らかであると。このような本件の事実関係を前提として検討すると、被告人によって、つまりその月刊ペンによって提示された池田会長らの前記のような行状は、刑法230条の2の第1項に、さっき言いました、これですね、その刑法230条の2の第1項ですね、これの公共の利害に関する事実に当たると解するのが 相当であって、まあ、これの公共の利害に当たるということですね。これを一宗教団体内部における単なる私的な出来事であるということはできないと。なお、右に言う公共の利害に関する事実に当たるか否か、もうね、刑法230条の2のこの公共の利害に当たるかどうか、否かは、提示された事実自体の内容性質に照らして客観的に判断されるものであり、これを提示する際の表現方法や事実調査の程度などは、同条に、いわゆる、つまりこの、これですね、刑法230条の2、これです。同条に、いわゆる公益目的の有無の認定等に関して考慮されるべき事柄であって、提示された事実が公共の利害に関する事実に当たるか否かの判断を左右するものではないと解するのが相当であるということでありまして、すなわちこの池田 対策会、名誉会長のあらゆるその行動っていうことを批判するっていうのは、その公共の利害に合致するんだということで、まあ、事実上、この池田大作氏っていうのは、まあ、もう私生活に関することまで、公共の利害に関わるというふうに判断されたんで、要するに公人だというふうに認定されたというふうに、まあ、一般的に解釈されているわけでございます。そしてですね、この例に関する、まあ、判決に、まあ、類するものであるんですが、最高裁判所のですね、1966年の6月23日の最高裁判決っていうのもあるわけなんですよ。まあ、これには何と書いてるかっていうと、事実の提示による名誉毀損の主張に対して、真実性の抗弁及び相当性の抗弁を法理として認めている。すなわち、事実の提示が公共の利害に関する事実に関わり、もっぱら公益を図る目的であるとされた場合は、公益を図る目的であるとされた場合は、1、提示された事実が重要な部分において真実であると証明されたときは、その行為に違法性がないと。で、2、それから真実の証明がなくても、それが真実であると信ずるに相当な理由があるときは、故意、過失がなく、いずれも不法行為が成立しないというふうにされているわけです。つまり、その真実であることを証明する、あるいは真実が証明されたくても、それがもう真実だと信ずるに相応する理由があるということであれば、この不法行為ではないというふうに、これも最高裁判決が出てるんですよね。ということで、この上記の判決、この判決ですね、つまりこの月刊ペン裁判のこの最高裁の判決っていうのは、これ、刑事裁判での判決なんですけども、公共の利害に関する事実、もっぱら公益を図る目的の解釈の適用についてはね、これはもう民事事件にも適用されるものであるということであります。ということで、これはもう弁護士の先生がお書きになった 本でございまして、判例に見る宗教法人の法律問題という のからですね、この池田大作名誉会長が最高裁判決で、まあ、事実上公人であると認定されましたので、この池田大作氏の行状に関するものは、すべてこれは公共の利害に合致するものなんだであるということで、最高裁の判決に明確に書いてあるわけでございます。
それと、それに類する判決として、1966年6月23日の最高裁判決もありましてですね、事実が重要部分で真実と証明された場合、真実と信ずる相当な理由がある場合は、これは不法行為ではないということでございます。はい。ということでございますんで、創価学会の方、法華行為の方、ちゃんとこの辺のところは、きちんと把握しておいていただきたいということで、今回の検証はここで締めたいと思います。はい、ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただけたら幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。